皆さん、こんばんは。君のハートに、ロックオン。私たち、超エキセレブ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 レ今週は、はい、もだよ。なんか毎週変わるのかと思ったら、ね、ジュリアだった。はい、今週も先週のワードウルフに引き続き、リモート配信でお送りします。うん、イエーイ。ね、もう慣れてきたね、結構ね。そうだね。うん、最初違和感あったけどさ、画面の中でみんなのこと、うん、だんだんなんか違和感感じなくなってきた、うんうん、ね。新しいスタイルだね。多少のズレにももうなんか慣れてきた、うんうん、本当はねこれぐらい大丈夫だねでも合ってる時バルで見返すと結構ズレズレであれね。そう先週さ私さあきちゃんの方向を向いてさあきちゃんと通じ合ってると思ったら反対側向いてさね逆だったねずっとこっちがあきちゃんでこっちがカラミンだよね。こっちか。オッケーです。はい、ということで、はい、今週は何をするんですか、うん、おじりさん。今週はですね、ひよりんが何かみんなに言いたいことがあるみたいなんですよ。ひよりん。いや、最近さ、ちょっとみんな、ひよりと会ってないじゃない。みんなメンバーと会ってないから、はいはい、ひよりのことを会ってないうちに、忘れてないかが心配なわけですよ。どう大丈夫忘れてない6人の中で一番キャラ強くて忘れられないメンバーあらそうだよ忘れられん今回はひよりのことを誰が一番理解しているのかを決定するひより王決定戦を行いたいと思います。おーすごいこの番組はときめく何かを宣伝するために活動する6人がさまざまなことに挑戦して世の中のときめきバロメーターを上昇させていく番組です。あきちゃん、ルール説明よろしく。はい、今からひよりちゃんにまつわるクイズが出されます。ひよりちゃんは事前に答えを書いているので、はい、ひよりちゃんがそのクイズに対して何を書いたかを当てる企画です。ひよりちゃんのことを理解していれば、はい、当てられて当然の問題ばかりなので頑張ってください。はい、頑張って頑張ります、はい、頑張る。ちなみに、1問正解するごとに超吉川ひよりんごを1つ、そして最後合計でりんごの数が少なかった3人は罰ゲームになります。頑張りましょう。頑張ります。吉川ひよりんごって何？吉川ひよりんごみんな吉川ひよりんご欲しいでしょ。欲しい欲しい。でも自信あります。そう、自信あるじゃん。で、ね、人からさ、おはるとさ、かなみんはちょっと有利なわけじゃん。でもさ、その3人が最下位3人だからどうするあきちゃんもジュリアも分かる問題にはなっているはず。そうなんだ。そうなんだ。ひよりの基礎中の基礎の問題だよ。言うかもしれん。あの、ひより試しということで、頑張ってください。ひより試し。頑張ります。それでは最初のお題はこちらです。はい、はい、いきます。ベダン、ベダン第1問、ひよりの身長は何センチでしょう。はい、待って、細かいのまで、細かいのまで、え、分かってかも。公式なやつだね。あのプロフィールに載ってるやつ。ええー、
え、プロ、え、だってさ、みんなやっぱり吉川ひよりって調べるでしょ。ときめき宣伝部スペースひよりとかって調べれば出てくるやつだよ。難しい。え、じゃあちょっとヒント言ってあげる。いつも言ってるのより 0.2 ミリマイナスだった。ジュリア、ヒント調べてるから得点。でもジュリアの方が今大きくなったでしょ。うん、そう。じゃあとりあえず思ってたのから2ミリ引いてみるわ。私も、うん、そうです。じゃあ皆さん一斉に答えをお願いします。はい、せーの。153.2.8。あれ全然一人だけわかんないよね。かなみんからいきましょう。 154.2。 なんかいつも私よりちょっと大きいみたいなことを言ってる記憶があるから。うん、だから私のプロフィールの1センチ、 0.1 センチ上にしてみた。いつもひよりんが、うん、ちょっとひよりの方がちょっと大きいみたいなこと言ってるイメージがすごい強いから、うん、私より大きいんじゃないかなと思って 0.1 センチ。ジュリア 153.8。 ちっちゃくない？ちっちゃくない？なんか中途半端な数字かなって思って、154ぐらいかなって思ったから 0.2 引いてみた。うん、あ、なるほど。なるほど。私ね、153.5だと思った。そう、なんか下かの声は聞こえたんだよ。なんかね、153.7 とかなのかなって思って、で、うん、なんかキリがいいじゃん、153.5って。だから 153.5 にしたけど、ちょっと違うっぽいね。どうでしょうかね。ハロは153センチだと思ってたから。えなんでみんな152.8 ってこと。嘘でしょ。低すぎる。そんなんじゃないな。152センチ。私は 154.6 ミリ、6センチだと。154.6 センチだと思って。なるほど。154.8なんだみたいな、なんか話してたのかなって思って、それで2ミリ引いてみました。それでは答えを発表したいと思います。はい、はい、正解はこちら、はい、154.5センチです。あっしゃー、はずれみんなが欲しい。ちょっとお春は一番外れてるし、ちょっと一番おみゆなメンバーが一番近かったじゃないですか。まあ隣で見てますからね。まあ確かに自分の心理ってちょっと考えやすかったかもしれないけれども、ちょっと離れてるから分かんなかったわ。そうそうそう。待って、これさ、誰もさ、一番ね、さ、ね、誰もいいよ。全員罰ゲームの未来がちょっと見えてきたんだけど大丈夫。みんなヒューのプロフィールちゃんと見て。それでは次の問題いきます。はい、はい、ででん。しおりんがメンバーと今一番行きたい場所は。これはわかる。本当？これはわかった。え？わかんない。まあウキウキする場所。あ、わかった。日本。あ、日本？うん。日本、日本。ジャパン。あ、なんとなくわかった。メンバーとみんなでだよね。そうそう、みんなメンバーとみんなで。オッケー。おー、なんかみんな自信ありそうだね。逆に5人同じところいてピオだけ違うって可能性ね。そしたらさ、結構ピオ。これサービス問題。うん、分かったとか言ってた。全員違うから本当に。オッケー。それでは、はい、一斉に答えをどうぞ。せーの、東京ディズニーランド。ディズニーリゾート。お、よく言ってるからかな。そう、とかなんかみんなで話してる時とか行きたいねって言うし、うん、この間もこの間もみんなで行きたいって、そう、この収録が終わった後に、なんかみんなで軽くよくお話ししてるんですけど、うん、その時に行きたいよねっていう話を
夢の国したよね。うん、待って、違うと思う。じゃあ答え言いましょうかね。はい、答えはこちらです。じゃん、おー、イエーイ。みんな、みんな愛してるよ。ワイもだよ。いいよね。行きたいよね、あきちゃんね。はい。ご飯屋さんとも行きます。あー。あー。みんなでご飯食べに。確かに。うん。そうね。ディズニーはみんなで計画を立てて行く。もうさ、みんなですごい可愛い格好してきたいよね。うん。もう衣装着ていきたいぐらい。そう、それね、結構。特製の衣装着ていきたい。着たい。いいね。ってことは全員1個ずつ？全員、あ、そう、吉川はヒヨリンゴポイント。1リンゴ、イエーイ。全員1個ずつ獲得。どうぞ、ヒヨリンゴゲット。次の問題いきます。デデン、はい、ヒヨリンの思う自分のいいところは？自分が思うでしょ。こないださ、トキワロでさ、ひよりが自分のこと可愛いっていうのでさ、みんなの宣伝部員さんのチャット見てたらさ、ひよりなら言いそうっていっぱいあってさ、なんかどうでしょうかね、その答えはこれに反映されているのか、いいなか。でもなんか、私はもう決めた。私も決めたけど、まあ、ヒヨのいいところがたくさんありすぎて、うん、そう、どれを出したんだろう、どれを出そうかって感じ。どれ出す？全部でもいいよ。出したらさ、これでみんながヒヨがどう思ってんのかも分かっちゃう。じゃあ皆さん一斉に答えをどうぞ。はい、せーの、モニがいいですよ。おー、なんだなんだ。全力でやるところ、ね、なんか面白いこととかそういうお笑いとかを全力でやるところ。なるほど。ジリアはジリア明るいところ。ノリがいい。違うかな、なんかこの間コメントでそんなコメントがあったような気がするかな。ユリはノリがいいよねみたいな。春はもう笑いのセンスです。あ、それは思った。何と言ってもなんかそんな気がしたし、なんか、うん、みんなからもそうやって言われてるような気がするから。ひよりちゃん、私は平和主義なところです。なんか平和主義だからこそ優しくて、気がこうなんかみんなのことちゃんと見えてるっていうか、そんな気がしたので。え、なんかさ、みんなの答え聞いてたらちょっと変えたくなっちゃう、自分の答え。これは全部違うってこと？あ、え、ねえ、え、そういうこと？ネタバレしちゃダメだよ。なんだ？じゃあ答えいきますね。はい、はい、いきます。せーの、うん、こちら。あ、スマイルです。スマイル、確かに。なんかありがとう、みんな嬉しいよ。みんな答えが嬉しかった。これハズレ、当たりだよ。ハズレだよね、当たりだよ、うん、当たりな、当たり正解だもん、それが。ヒヨのいいとか笑顔ですよ。そうだね、ありがとうポイント。あー、いいね。4問目、まだ同点だからみんな。ででん、ひよりんがあきちゃんの好きなところは？おー、なんか自分で言うの言いにくい。確かに、あきちゃん
言いにくいかもしんないね。え、もういっぱいありすぎて。なんなの、ね、そうだよね。私のあきちゃんのことが好きなことがさ、2つありすぎてさ、どれだろう。ね、どれ、そう。ひよが思ってることだもんね。ね。なんか、ここかわいいみたいな。あ、何パーツを答えるの。え、何目とかってこと。どういうところかってことでしょ。違うな。性格のこことかそういうわけでもないな。わかったわかった。あきちゃんって言えばこれっていう感じもある。パーツってことだよね。パーツじゃないって。パーツじゃない。パーツじゃない。体の一部ですか。まあ体から。ん、なんていうの。あー、わかった。なんとなく。それでは一斉に、はい、答えをどうぞ。せーの。メッシュなところ。人か一緒だ。明るいところ。いつも笑顔でニコニコしてて、うん、いつもなんかみんなを元気にしてくれる感じから明るいところかなと思いました。なるほど。ジュリアは声。かわいいから声かなって思った。見た目じゃないな、そうかなみたいな。フレッシュなところかなって思ったかな。なんかちょっとカナミと似てる理由はいつも明るく元気に、うん、ね、なんかよく結構取材とかでさ、なんか、うん、あきちゃんどんな子ですかって聞かれた時に結構フレッシュな子ですっていうのがよく出てたから。確かに、ひより言うかも。ちょっと自信なさそうだね、人か。うん、ない。ない。見た目じゃなくて、その、あきちゃんからにじみ出るものみたいな言ってたから、うん、だったらフレッシュな、フレッシュさかなと思った。なるほど。だよね。うん、最後、本人のあきちゃん。耳です。耳です。耳。耳。かわいいもんね。確かに。思った思った。耳こうやって一緒にやってるイメージがあったので。いえね、組長祭りの時お聞きいただきましたか。お、これはね、いい感じですね。お。お。期待が高まります。それでは答えを発表したいと思います。はい。答えは。こちらボイス。ああ、ジュリア。イエーイ。すごい。すごい。すげー。ジュリア一人勝ちだよ。イエーイ。すごい。ヒヨリンか。ヒヨリン。関係ないんだけど、全部英語だね。確かに。よく気づいた。スマイル、ボイスって。え、ジュリアすごい。イエーイ。すごい。おめでとう。リンゴ、ね、ゲット。あきちゃんのやっぱりね、お声も、ね、お顔も可愛いんだけど声も好きだなって。今だからジュリアが一歩リードですね。皆さん大丈夫ですか。次が、はい、やばいよ。次5問目になりますね。頑張ってください。はい。それでは次の問題はこちら。ででん。ヒヨリンがひとかに憧れている部分が。憧れている聞こえてた。わかった。まあいっぱいあるよ。ちょっと待って、これほんと自分で言うん。うん、言う言う。でも今思ったんだけど、ヒヨリの答え、この後ろに書いてある答えもあるし、いっぱいあるんだよね。一番恥ずかしいわ。いっぱい。やめてくれ。まあ、ひとかになりたいですよ。英語で。分かった、分かった。なんとなく分かった。待って、私もさ、ちょっとさ、なんとなく自分で分かっちゃってるけど、分かっちゃってる自分が本当に恥ずかしい。じゃあ、自信を持って。いいんだよ。待って、これで間違えてたら恥ずかしい。来た来た。ひとかの武器ですよ。ちょっと待って。ひとかさん大丈夫。自分で。みんな来ないでね。一緒にどうぞ。せーの。ウェイショー。あ、待って、ひとか一人だけちょっと違ったかもしれない。スタイル。はい。おー。なん
かよくさ足長いとかさすごい言ってるイメージがさ、うん、あるから、うん、はい、ジュリアは顔かわいいし、もうフェイスってかわいいからジュリアは日本語で言ったあ、日本語で言ったか顔って言ったじゃあ本人のひとかさんはい、ひとちゃんやっぱあの自信持って、自信持って、うん、背が特選の中で一番高いし、ピ、うん、ロがよく褒めてくれる、よくもちろんなんかあの足いいねみたいな感じで褒めてくれて、いやそう、褒めるところしかないですよ。ピロが褒めてくれるから、うん、なんか女子力とかはぶっちゃけないしそうだからそういうところかなって思いましたね。なるほどね。はい、私もフェイスって答えました。フェイスしか頭に浮かばなかった、うんうん、はい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 、なんか私も顔と表情ですごい迷ってたんですけど、うん、どっちだろうって思って表情にしちゃいました。表情、なるほど。確かにあのひとかのさライブの時の表情とかかっこいいもんね。かっこいい、すごいよねじゃあなんか答えいきましょうか。それでは正解は果たして何人いるのでしょうか。外してたら恥ずかしい。はい、答えはこちらです。じゃん、ウェーイ、イエーイ、イエーイ、イエーイ、おはるとジュリア正解、イエーイ、あ、ジュリー、あきちゃんも、あきちゃんも、あきちゃんも OK にします。おー、ちょっと待って、やばい、やばい、やばい、これはフェイスでもスタイルでもぶっちゃけどっちでもいいんだよ。どっちでもいいから私にくれっていうのが本音ですね。はい。だってさ、うん、なんか可愛いねって言われるよりとかはなんかスタイルいいですからみたいな風に言われることの方が多い気がしてたの。そう、どっちもでしょうよ。どっちでもいいので神様お願いしますって感じですね。ひとかに一日でも鳴らしてくださいっていう思いで感じでございます。でもみんなありがとう。うん、吉川ひよりんごポイントはあきちゃんとジュリアとおはるに差し上げます。イエーイ、悔しい。カラミン流行ってると思ったもん。そう、カラミンどうする。すごい、イエイ、ひとかとカナミンピンチだよ。やばい、ひとかとカナミン。次の問題はこちら。じゃん、ひよりんが滝バロでメンバーとやりたいことは。え、おー、何ってこと。いや、これは言えばちょっと叶うかなっていう思いは半分です。けど言ってるやつが何個かありすぎて、うん、確かに、まあ何個かある、ね、すぐ出てくるのは一つあるけど、うん、それだな、うん、え、みんなもやりたいと思う。絶対やりたいと思う。あ、じゃあこれかな。うん、私もちょっとそれでいく。それでは一斉に答えをどうぞ。せーの、オールディズニー。あれ、お、みんなちょっとバラバラだ。なんか前さ、スシローでさ食べたいって話してたじゃん。うん、いっぱい何皿食べれるかみたいなっていうのをやりたいから。なるほど、なるほど。だからみんな特選って食べるの大好きだから、うん、大食いかなと思います。え、ジュリアも大食いって言いました。なんか前時間でやりたいことで話したの、それしか頭に今浮かばなくて、うん、あ、大食いかなって思って大食いにした。私も大食いって言いました。いっぱい食べる企画前やりたいって話したし、うん、カラミもさっき言ってた、なんか1万円で どのぐらい食べれるかとか、1万円企画やりたいって言ってた ね、 ね、言ってたね。そう、だからハルは合宿って答えて、そう、一番やりたいかもそれ。合宿で迷ってたけど、なんか結構言ってた記憶があるのは合宿とかキャンプだった気がするなと思って。うん、この間話したね、キャンプやると、うん、かなと思いました。で、私は早食い対決にしました。おー、私も大食いか早食いかすごい迷ってたんですけど、やっぱ現実的に考えると大食いたくさんとか必要じゃないですか。このメンバーの、うん、だから早食い
の方が現実的なのかなって思って早く始めた。真面目。じゃあどっちが得意かって言ったら大食いの方が得意かも。早食いできないんだ。早食いだとすごい遅いもん。遅い食いだったら優勝する。あ、おはようも早食いする。早食いだと人かだよ。うん、そう、早食いは人かなんだよね。じゃあ答えを出してみます。お願い。正解はこちらです。じゃん。キャンプ。おはる。すごい。おはる。おはる。うそ、正解です。言えば叶いそうかなって思って。まあまあでもやりたい。大食いとかの方がちょっと現実的にできそうじゃん。キャンプちょっと難しそうだから言っときます、スタッフさん。キャンプやりましょう。やりたい。やりたい。無人島行きたい。お祝いの時にさ、言いたいよねっていう話したよね。無人島とかいいよね。たくさん無人島好きだよね。無人島行ってみたい。ということは、おはるも一歩リード。ヒヨリンゴポイント。やばい、ヒヨリちゃん。やばいよ。ジュリアとおはるが、ジュリアとおはるが3ポイント。で、あきちゃん、人が絡みんだ。そうですね。やばい。人が絡みん、頑張って。1ポイントなんだけど、ちょっと、ちょっとサービス問題。嘘でしょ？これ次サービス問題だわ。いきます。ででん。ひよりんが特選で好きな曲は？一番好きな曲は何でしょう？え？難しい。え、難しいか。言わない。うん、言わないことない。いや、この間ラジオ収録の時に、だおはるわかりやすいな。え？嘘。もうピオ、普段から私みたいに恋バナが好きって言っててよ。恋バナあんま言わないよね。言わないかも、確かに。でもなんかあれかなっていうのはちょっとある。え、本当？一番でしょ？一番。宣伝部員さんもよかったら予想してみてください。日和がチャットで。一番だと、なんか昔の曲一曲と。今の最新の曲1曲で1曲ずつあるわ。いや3曲だわ。もう2曲で迷ったけどもうこれにする。おー、今チャット何どうなってんだろう、ね、みんな書いてるね。画像ね。あ、わかった。これにする。嘘。本当？うん、思い出がある曲っていうのも含めて。おー、思い出があるんだ。待って、それならそっちだな。ねえ、私もそれならそっちだよ。ピオの思い出がある曲。ピオの思い出がある。え、それだったらもうそっち。あー、私もそれだったらそっちだわ。そっちだな。ですか、皆さん答えは。はいはい。それでは皆さん答えをどうぞ。せーの。無敵の歌が上がる花火、二人並んで見てじゃあ、カナミから見ましょう。したかも。私、ぴょんぴょんって言った。好きって言ったらぴょんぴょんかなと思って、もう一つ思い出がある曲っていうのがあったんだけど、もう一個何？ぴょんぴょんのがすごい長い時間、長い時間よく歌う曲、トキセンが大切にな時に歌う曲で好きな曲かなと思って、ぴょんぴょんしました。なるほど。え、じゃあちなみにカナミの一番好きな曲は？私の？私は今は一途色のベンチです。はい、じゃあジュリア。ジュリアは遠くで上がる花火、二人並んで見てた。なるほど。なんか、いや、ヒヨリ好きかな、なんかそういう流れる系が好きってイメージがあって、あんまり、でも好きな曲あんま聞いたことなかったけど、でもそういう系が好きかなって思って、うん、花火にしてみました。なるほど。じゃあジュリアの一番好きな曲は？ジュリア、しょっちゅうしょっちゅうね、全部好きだからしょっちゅう変わるんだけど、今は無敵の歌。おー、うん、なるほど。私もぴょんぴょんにしたのけどね、うん、4つぐらいで迷ったの。4つそんな言ってみて。ぴょんぴょん、ぴょんぴょん、私の道、好き、ノンフィクションで悩んだの。なるほどね。でもハートシェイカーもあるかなって思って、まあ、そこら辺かなって思ったんだけど、
でも長くずっと愛されてる曲って言われたらピョンピョンかなと思って。で、酒井さんの一番好きな曲は一歩突っ込む恋の罠でよろしいですか？あ、でもね、最近ね、うん、またね、人生最高のメロディー、メロディーのね、ちょっとね、あのね、中野サンプラザの映像がちょっとやっぱり好きで、で、あと、あの新曲の私ナンバーワンガールも好きです。うん。ね。なるほど。わかります、それは。わかる？じゃあ次はハデ。はい、私は無敵の歌です。はい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 。なんか心が一つになってる感じがして無敵の歌かなと思って、プレフレと迷ったんですよ。うん、そう。あ、なんだろうなって思った。そっちそっち。そうだ。プレフレと迷ったの。あれ、ピオが一番最初にお伝えもらったの。そう。それで長くもらってたの曲だよね。そう、長くもらってて泣いてたって思い入れがあったのを分かってたから迷ってたの、フレフレと。な、多分それ言いたいんだろうなっていうのは察してた。あ、本当に。はい、私 100% オレンジって言いました。あ、私この曲好きで、ゆうちゃんも好きかなって思ったの。うん、ね、しました。好きだよ。なるほど。なんか今、僕に対してなのか、アキちゃんに対してなのか、僕が好きだよ。どっちもですね。ゴブゴブだよね。僕に対しても、アキちゃんに対しても、好きだよ。じゃあ、答えいきましょうか。はい。答えは、こちらです。じゃん！無敵の歌！ということで、ね、ジュリアとハル、ジュリア、ジュリアじゃない、ジュリア遠くで上がる花火だった。おはる、やったー、おーすごい、やばいやばい。なんかさ、ピオの当てる問題なんだけどさ、私とひとかがすごい通じ合っちゃったよね。ねえ、結構通じ合ってるわ。通じ合ってるよね。通じ合って間違えてるよね。ねもちろん、通じ合えるはずも。そこが通じ合ってどうすんの。確かに。あれに行ったつもりが好き、うん、あるよね。うん、あるね。やっぱ難しいね。いありますけどね。だって絞るのがまず難しいもん。やっぱりなんだろう、無敵の歌って結構ライブの最後に歌ったりすることが多かったり、ヒューね、歌詞も好きだし、ボーボーボーの時間がなんだろう、余韻に浸ってる、ちょっとこうやってステージで周りを見渡せるのがすごい、見渡せるあの長いウォーボーボーがすごく好きなの。なので無敵の歌を選びました。はい、だからこれからもいろんな大事なライブで無敵の歌を歌っていろんな景色を見ていきたいなって思っております。ですね。はい、ね、セダウェイさん当たった方いるかな、チャットで。でもいそうじゃない、多そうな気がする。キューポイントあげますよ。当たった方どうぞ。ポンポンポン、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、それではラストの問題いきたいと思います。怖い。トヨカとカナミン頑張って。頑張る。頑張って。いきます。ででん。ひよりんが今日までにインスタのストーリーに半目の写真を載せた回数は、ごめん、それわかんない。いや、半目シリーズだよ、みんな大好き半目シリーズでしょ。ひよのインスタにだもんね。この間作戦のインスタにも載せたけど、ひよりのインスタに。ピオ逆にわかったの？わかんなかった。だろうね。答えを自分で見つけましたね、こうやってストーリーで。で、それは何？三択とか？ああ、いや、頑張って当ててください。むずいでしょ。むずいよ。無理でしょ。これって1枚の中にこう1枚写真があって、なんかこの間めっちゃバーって何個か、うん、なんかあったじゃないですか、アヒルのなんかやつね。あれのちっちゃいやつ1枚含めなくていい。含め全部で1回ストーリーに上げたってことだよね。そう、で2枚連続で
なんか警戒してまた次半目って時は1枚1枚でカウントです。うん、うん、そういうこと。なるほど。ボーナスチャンスありますか、ひよりさん。あります。あきちゃんとジュリアとおはるが優しければいいよ、これは合わせるよ、みんなに。私はいいよ。でもこれを当てるのは結構難しいからね。これ当てるの、ね、難しいもんね。当てられないよね。奇跡が起きなきゃ。ラスト問題、皆さん OK でしょうか。はい、もう当てずっぽだよ。もう分かんないよ、ね、分かんないよ、当てずっぽ、うん、じゃあ答えをお願いします。せーの、82。あれめっちゃ多かった、一人だけおお、なるほど。花見は32 32。え、待って、すっごい多いことにしちゃったんだけど。みんなが全然いくつか分かんなかった。いや、たくさんあげてるイメージはあるけど、でも32ぐらいかなみたいな、うん、わかんない感。なるほどなるほど。そこまで細か超細かいわけではないかなと思って、ストーリーに上がってるさ。ね、こうやってやればこのまあこのなんとなくね、まあ、見れるぐらいのさ、うん、感じだから、それぐらい、まあそれでも多いけど、うん、それぐらいかなみたいな。ジュリアは12。うん。はいはい、はい、本当にね、勘です。なんもう12って数字がパッパッと出てきたから、じゃ12でっていう。私なんか結構、うん、してたなって言った100って言ったの100? 開くと結構ピューな半目が多いの、うん、私がね、ピューな半目であることが多いから、うん、なんかもう100で毎日開けてるんじゃないかなってでも100でもね、100でもね、毎日じゃないじゃん。そうだね、毎日あるからさうん、って思って、まあ3日に1回ぐらいいいかなって、うん、そうそうって思って。なるほど。私は88だね。そう、えもうジュリアと一緒、パッと頭に浮かんできた数字ですうん、私かなみちゃんと本当に近くて、私31って言ったんですよ、うん、本当に近くてびっくりしたんですけど、なんかそんぐらいかなって思って、で30か迷って30か31か、うん、でもなんか30ぐらい上げてそうな気もする。その時になんか31、一月って31日が多いから、うん、31日なのかなって。じゃあ答え言いますね。はい、答えはこちら、でで23回です私何言ってるんだろう、100回しか嘘。そうだよ。あ、でもバカだったわ、まあカナミンとアキちゃんが近かったかな。いや私だけ論外だ。人感は多すぎるしおはるは少なすぎるしまず20番台がいなかったね。ね、いなかったねということで今回の正解はいませんでした。ガビーン、ガビーン。え、ちょっと待って、ラストでしょ。え、ってことは何、ボーナスチャンスはないってこと。ないですね。誰も売れなかった。ない。ということは、ひよりん、吉川ひよりん5ポイント。一番多いのは、おはるか?か。イェーイ!はい。ということで、ひよりん、吉川ひよりん5ポイント。一番多いのは、おはるでーす。おー、すごい。すごい。すごいじゃん、おはる。すごいね。びっくりした。やるやん。カナミンと下か押さえておかしいな、おかしいよ、おかしいよね。ゆるちゃん、ゆるちゃん、はい、愛してるよ、ゆるちゃん。いや、もう春のこと愛してるよあれ、おかしいな。ジュニアも頑張ったね。おかしいな。イエイ。で、3位あきちゃんでしょ。はい。おでやばい、で笑っちゃう。で最下位2人1人かと。いやーおかしい。もっとね、うん、なんだろう、調子悪かったな今日。そう、あのあれも深い質問だったら分かったかもしれない。カナミ緑のワンピース着てるのに。緑じゃないんだけど、ね、え、そう何色緑じゃない、あ、ごめん、違う色だった。何色だ
緑に見えた。ベージュだ。でも見えるね。え、見るなんかね、緑だよね。薄緑みたいな。それではですね、日和のことあまりよく分かっておられなかったかなみんひとかあきちゃんにはこの罰ゲームを受けていただきたいと思います。罰ゲームはこちら、サンリオの全力パブリンのモノマネ。やばい、最近会ってないんだけど。パブリン、パブリン、ゆるキャラグランプリ頑張ってね。ねえ、頑張ってくれる。今年も普通に頑張れ頑張れ。動画本気だったよね。笑った。ね、可愛かった。線よりちゃんとしてたね。ちゃんとしてた。びっくり祭りの写真。準備はよろしいですか。声の準備は、はい、ボイスボイス。あきちゃんボイス、OK、チューニングして、チューニングして。はい。それでは、じゃあジュリアとハルも楽しんでくださいね。イエーイ。それでは3人の全力パブリンのモノマネまで3、2、1、スタート。パブリンだよ。パブリンだよ。最高のときくりにしよう。ドキクリだよ。ドキクリだよ。パブリンだよ。くるくるくるりんぱ。パブリンだよ。パブリンだよ。懐かしい。くる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 りんぱ。びっちょり祭り楽しもう。来てくれてありがとう。パブリンだよ。最高のドキクリにしよう。最高のドキクリにしよう。懐かしいな。パブリンだよ。パブリン、ひよりん大好き。パブリンなら、もっとひよりんのことを知ってるよ。おお。パブリン最高。なんかオリジナリティ。パブリン大好き。パブリンだよ。パブリン、パブリン愛してるよ。パブリンじゃない。ひよりん愛してる。パブリンじゃないから。パブリンに見えた。パブリンももっとひよりん、うん、ひよりんとお話ししたいの。ひよりんパブリンと話したいの。なんか笑うのかな今。パブリン。パブリン。ひよりんのことはよくわかったよ。パブリンなら、パブリンひよりんのこと大好きだから、ひとちゃんよりも、かなみよりも、あきたよりも、ひよりんのことよく知ってるんだ。誰誰誰誰誰戻ってきた。なんか元気なのパブリン。なんかあきちゃんのパブリンのモノマネ、ちょっと新鮮だったね。ね、あんま見たことない。うん。なんかひとかとあのかなみんのは懐かしいワードが出てきた。ね、とちくりとか、びっちょり祭りとか。でも今度多分またね、パブリンもらいました。楽しませていただいた。パブリン出てくると思うから。ね。その時はパブリンよろしくお願いしますね。ゆるキャラグランプリ頑張って。ねえ、パブリー頑張って。みんなで応援してくれ。さんよろしく。よろしくお願いします。お願いします。私たちのパブリーに気を引きをお願いします。それではということで、皆さんこの企画楽しかったですか。楽しかったです。楽しかったです。楽しかったです。ね、もっともっとあの Google か Google 先生に吉川ひよりって調べて、ひよりのこともっと学んでおいてください。はい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 、はい、ということで以上、ひよりん王決定戦でした。イエーイ。はい、それではここで一つお知らせがあります。イエーイ。おお、イエーイ。なんでしょう。なんとなんと6月の25日木曜日の24時にトゥモロー最強説のカップリング曲私ナンバーワンガールが各配信サイトにて配信になります。イエーイ。やったー。楽しみだ。楽しみ楽しみ。来ましたよ。ナンバーワンガールがついに来ましたよ。
じゃあこの曲がどんな曲になってるかとか、どういうところが好きとか、カナミンから順に一言ずつ言っていきましょうか。はい、じゃあいきますよ、うん、熱くなってて盛り上がれる曲です。おお、これを聴いたら強くなれる。おお、強くてかっこいい女性女の子の歌ですね。うん、うん、いやもうとにかくめちゃめちゃ疾走感があってロックな感じがして、うん、最後のあれよね、うん、うん、あ自分が一番になれる曲です。おお、うん、すごく、うん、え、なんかさ、イントロから始まる感、戦いが始まる感あるよね、うん、あの、うん、ね、でー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 ちょっと25日の24時まで待機です。うん。そうでした。ごめんなさい。皆さんぜひぜひダウンロードしてね。ぜひぜひダウンロードしてたくさん聴いてください。はい、楽しみに聴いてください。ああ、楽しみだ。私ナンバーワン。ナンバーワン。ナンバーワン。ちょっとキヨの画像がカクカクしてるっていうのがなんかいいね。そうだね、ちょっと調子悪いんだね今日。本当かっこいい曲なので、はい、楽しみにしててください。はい、楽しみにしててください。楽曲もかっこいいから、楽しみにしててね。それでは君のハートにロックオン、ロックオン、私たち超でした。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。おやすみなさい。おやすみ。バイバイ。バイバイ。てっ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 てで。Jump!